税竹。右は三百五十ミリリットルビール缶税竹とは、液栓において使われる五十本の竹ひごのようなもので、ある。長さは三十五センチメートルから五五十センチメートル程度のものが多く、両手で点作と小作に分けるときに線形に開きやすいよう、手元に当たる部分をやや細く削ったものもある。賛義とともに、液晶のシンボルとして知られている。竹でないものも、 全て含めて税と呼ぶ。刑事伝に、メドギ、雪のり窓かしかも神経、雪のり硬い地とあることから、古くはメドギの茎を用いていたことがわかる。しかし、刑事伝は、メドギという植物の神秘を解くものではない。収益の基本は数にあるので、税の材質は何でも良い。メドギの精油は西洋において、美薬として知られていたものであるが、無論、 駅の神秘の西洋魔術を混同すべきではない。他に、メドハギも使われたという。税の数は、大広の数、すなわち五十であるが、占いに用いるときは一を対極にかたどり、四十九、を用いる。大広の数の由来には、定説がないが、天マ数二十五と地数三十の和より、天地に共通する五行を除くという低言の説が、もっともらしい。 50本の贅畜の中から1本を取り、贅等に立てるか、横に置いておく。この1本は対局を表すが、宇宙からの回答を受信するアンテナのような役割と解釈する者も,もいる。残り49本を集中力を高め、気合を込めて、左手と右手で2つに分け、秩削の中から1本を、左手薬指と小指の間に移し、何本かずつで数えて残った余りを左手に移し、 左手に残った本数を数える。数えた結果の判断方法には、本税法、中税法、略税法などいくつか種類があり、それぞれに異なる。18編の税法。収益刑事上殿の記述をもとに、南層の出記が復元したもの。最も古い方法だが、あまりにも時間がかかり、集中力を維持するのが困難という事情もあり、 現在ではあまり行われない。液境戦法を参照。天根作を8本ずつ数え取っていき、最後に左手に余った税畜の数によって以下の毛を得る。三辺の税法。江戸時代の新い博が液学商船によって広まった方法。中税法同様に8本ずつ数えていき、2回の手続きでない毛、外毛を一時に求める。最後に、 天根策を6本ずつ数え取り、行為を求める。この税法は勘弁だが、変更の扱いについては本税法や中税法とは大幅に異なるという問題がある。すなわち、本税法や中税法では、複数の毛が変転する場合もあるし、全く変更がないという場合もあるのに、略税法ではどれか一つの項が、必ず変転するのである。税畜は特殊な道具であり、 使い勝手や携帯性に問題があるため、古来より様々な代替手段が考えられてきた。これらの他に道具そのものを使用しない液戦法である無税利付けや時間り付けもある。無税利付けではその場の状況から小生発見を導出する。ありがとうございます。